国王演説あるいは女王演説はイギリスをはじめとする王国において国王が議会の開会式で全議員を集め今後の政府の方針を演説する儀式であるこの場合朗読するのは国王であるがその原稿は時の政府がその方針のもとに作成したもので国王は演説内容に対する裁量権を持たない国王演説後には議会は 国王が演説した政府の施政方針の内容について審議し採決する。1957年、カナダ議会において女王演説に臨むエリザベス2世女王夫妻イギリスの君主は議会における女王として庶民員及び貴族員とともにイギリス議会を構成する主体である。1952年以降のイギリス君主はエリザベス2世であり女王であることから、 国王演説は一般的には女王演説と呼ばれている。正式には陛下の最も慈愛ある演説マジェスティーズ、モーストグレーシャススピーチ。女王演説は議会開会式で上院議場において上下両院の議員に対して行われる。ローブを着用した上院議員が自席で起立する中で君主が入場し、君主が玉座に着席した後に君主の許しにより、 上院議員らが着席するその後、下院議員を呼び出す黒杖官が使者として、下院議場に向かうが、黒杖官が、下院の扉の手前まで達すると一旦扉を閉ざし、黒杖官が扉を三度叩いて開けさせるという儀式が行われる。下院議場に入った黒杖官が、呼び出しの胸を述べると、議員の一人が何らかの冗談を飛ばす習わしもある。この後、与野党の下院議員が、 上院議場に向かう際には、首相と野党第一党である女王陛下の野党の党首が肩を並べて歩き、言葉も交わされる。議場に達した、下院議員らは首相に至るまで終始起立状態となる。下院議員は議長を除き平服である。演説中、君主は務めて、感情のこもらない口調で発声し、議員もその場では、演説内容への態度表明を行わない。 演説が終わると、議場の者が起立する中で君主が退場し、終了となる。翌日からは、その演説で示された政府の姿勢方針について、両院で賛成、反対の立場から討論が行われる。君主による演説であることをはばかり、名目上は、実質的な法的効果を持たないダミー法案の審議という形となる。数日間の審議を経て採決が行われ、 会員で可決されれば内閣は信任されたこととみなされる。なお、国王チャールズ一世が議会により処刑された経緯から、君主が議会に赴く際には、会員議員一名が君主の人質となり、バッキンガム宮殿に滞在するという慣習がある。現代では全く儀礼的な慣習であるが、この慣習によって、ベテランの議員一名は登院せず、宮殿において、 テレビで演説を主張し、君主が帰乗するまで宮殿に留まることとなっている。外部リンクイギリスと君主を共有する王国でも、国王演説は行われるが、通常は総督により代行される。君主がその国を訪問している時のみ、君主自身により行われる。また、カナダとオーストラリアでは、衆議会でも副総督により行われる。エリザベス2世は、 オーストラリアの衆議会において自ら女王演説を行ったことがある。オランダとノルウェーにも国王演説の制度が存在する。タイにも存在するが、同国の国王は実権がないとまでは言い切れず、やや事情が異なる。日本では施政方針演説や所信表明演説がこれに類似の制度であるが、ひとたび天皇の口から発せられた言葉に対して、 意義を差し挟むことがはばかられがちであった日本では、帝国議会以来、天皇は国会開会式で簡単な直後を発するのみで、施政方針は内閣総理大臣が演説するのが慣例である。また代表質問の対象ではあるが、議決の対象ではない。ルクセンブルクも同様に首相による国政報告とそれに対する討論が行われる。アメリカ合衆国やロシア、 フィリピン、南アフリカ共和国では、大統領による両院合同会議における演説が定例化されている。これらの国では、大統領は議会に責任を負わないこともあり、議決はもっとより質問や討論の対象でもない。時期は2012年までは11月に、2012年以降は5月か6月に、2019年には9月に実施。ありがとうございます。